本日の瀬戸熊さん、あ、俺順位知らないわ今日。ちょっと順位言わないで、瀬戸熊さんの。ライデンがどうなったんでしょうか。はい。はい、とにかくペイチャドラが今、はい、ライデンはね、一応まあ、本田さんのチームということで応援してますんで、はい。ドラ今、79が結構見えますね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと本当に笑かしちゃダメだからね。腰痛いんで。うん。くしゃみても腰、くしゃみしても腰痛いし。はい。はい、酸素つもいいですね。はい、シャーキーって普通にまっすぐ行きましょう。はい、いいね。はい、急走つも。うん、まあ普通のピンフもありますんでね。79崩れちゃってもいいんで。はい、トン来てまっすぐ行きましょう。うん、いや、789になる可能性は薄いけど、だからといって9万切らなくていいわ。うん。てか、なんなら、純ちゃんだってなるかもしれんしな。うん。飛んでいい、飛んでいい、普通に。はい。はい、サルビアンさん、ミックスされして。シーマンツも。うん、まあ、飛ん切る。はい、9万ツも。うん。てか、普通にやれや、マジで。普通に手組みせえや。ふふ。ててててて、腰痛い腰痛い、ちょっと待って。ててててて、丸川さんといて、マジで。腰痛いんだから。そう。ああ。何したんだよ、マジで、これ。マンズの高め、マージャンの神怒ってる、ほんとに。これチーマー切んの？この並べた、支配に並べた9万チーマー9万チーマー持って楽屋謝りに行ってこいよ、ほんとに。うん。黒沢さんに怒られてこいよ、この4枚で。うん。左手に9万、右手にチーマー持って。こうやって、黒沢さんに。何しょ？マジで。うん。本田さんは優しいから怒んないだろうけど。瀬戸熊さんの方が先輩だしな。苦笑いしとるだけだ。アホみたいな顔してる。うん。はい。あ、でも今日本田さんね、いいキャラしてたね。打敗批判の、打敗批判、何が起こってるんだっけみたいなね。うん。あのツイートよかったね。本田さんあのツイートよかった。だって俺にも来たもん。DM で。何人か。本田さんのこのツイート面白いって。うん。だ本田さんだからあのキャラで言ってほしい、本当に。はい。泣く泣く切ったチーキューマン。うん。泣くだから。うまいこと言わんでええねん。つまんねえんだよ、マジで。泣く泣くだから、くなくなだし、これ。これが7979だったらすごいけど。連盟でまっすぐ打ってるのはマジで岡田飛んだしかね。ああ、そうか。確かに。クマクマタイム舐めんだよ。なあ、クマクマタイムって。うん。最近な、北海道とかでもクマがいっぱい出て、被害になってるから、不謹慎だろ。うん。命削りながら返答するんですよ。うん。あなたが落とされたのはこのチーマンですか、それともこのチーマンですか、うまいこと言うね。え、チーマン残してトン来てチーマン引いたらどうすんだ。え？うん。こんばんは、見た瞬間に笑いました。うん。はい、じゃあ行きますよ。はい。基本的に序盤まっすぐ打つ方がいいですよ。うん、そらそう。はい、じゃあ行きます。パーソね。はい。まぁ、あ、ちょっとコンパクトに行きます。まぁ、あ、これもだから別にパーソ切らんだっていいけどな。うん。はい、じゃあ行きます。私の方が欲しいのがパーマです。うん、うまいこと言うな。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここでイシャンテンか。はい、まぁ、カンチャンでやめのイシャンテンね。3ピン切るか、トン切るか、なんかこの手組みだったらもう3ピン切っちゃうのかな。まあ、結局、テンパイしても、メンピン？数層引いてもメンピンしかないけどね。ああ、3ピンか。はい、わかりました。じゃあ、まあ、こうなったらもうこれで形決まっちゃうんで。あ、ドラ引いたらドラを残すね。はい。
まあ、例えば、もう皆さん、フリーとかネットマージャンとかね、別に言い間来たっていいしね。もう前傾無筋だし、言い間がね。それこそリーチ入っちゃったら、もうこの言い間で死んじゃうしね。まあ、言い間からリャンマン3まで引くとか、言い間縦引きは、まあ、それ嬉しいんだけど、うん、あんまドラこだわらなくてもね。はい。で、ダブトン泣かれた。うん、ダブトン泣かれたね。はい。強ピンツモ。まあ、9ピン切りますね。キューピンは全員何敗だから、もう、ここでもう降りるのか。まあまあ、まあ、数層引いた時だけ行くにした方がいいっていうか普通ですよね。はい、まあ、ただ、要はドラの今も切りたくないし、ここでもう、上がりを諦めるみたいな感じか。はい、わかりました。はい。じゃあ、まあ、いいか、この曲はね。はい、もう、もうこれはもう基本的に上がれないんで、急走急走で。はい。やめても悪くない。うん、まあ、やめても、うん、ここに関してはね。序盤の手組みあれだったけど。昨日か誰だか忘れたけど、最高戦の竹内さんが解説来た回で、こんなドラ残してどうやって上がるんですかねみたいなこと言っててよかった。ああ、そうなんだ。竹内さんって人は、毒舌なんだ。いいね。うん。うん。はい。じゃあ、まあ、これはいいですね。うん。はい、ちょっと経点見て、泣いてね。あ、俺テンパったんだ。ローピンなんて全然いけるやろ。え？全然ローピン当たる雰囲気ないんだけど。どう当たんのこれ。え？下茶のシャボとか？いや、もう本当に下茶のシャボだけみたいな。タッチが出る。うん、いや、でもドライマンで、赤みたいな。うん、まあそう、ドラ穴も見てないから切りたくないけど、ローピン当たるって何やるんだ。まあ、下ちゃないか。神ちゃんのローピンシャボだけ？うん、じゃあもうそれは、事故って当たることあるけど、まあ来た方がいいよな。うん、テンパ偉すぎるね。これでだから、脳天で、まあこの二人がテンパってるかわかんないけど、要はテンパ脳天で大体3000点変わるんで、まあ3000点の価値あるからね、ローピン通したらね。だからまあちょっと曲中詞だけで考えるのもおかしいけど、2.5 回に1回これで漫画振ってもプラマイゼロだから、で、2.5 回に1回ローピンで漫画振ることはないんで、うん、マジでローピンで、ただ、数ピンも4枚見えてるもんね。数ピン4枚見え。ウーピンも3枚見え。やっぱ、神茶のローピンシャボしかないですよね。まあ、下茶のローピンシャボって言ったのは、まあ、一応、理論上の話をしただけで、現実的に下茶にローピンシャボで当たることはないから。うん。じゃ、マジで、神茶のローピンシャボだけか。はい。これがね、だからまあ、要は、まあ結果論だけど、今1500払った。それが1000点もらえたよね。で、2500点違ったよね。はい。ね、じゃあ次行きます。下ちゃんの水原さん連チャンして、では、ペーチャドラパワーピン。はい。いい質問。うん。まあ、いいマン吐くときって普通に行きましょう。何切る？いいピンか。まあまあ、普通に何切っていいと思うけどね。まあ、ドラもない手はちょっと M リーガーの人はあんままっすぐ行かないんですけど。あ、ドラ引いたね。普通に何切ります。まあ、こういうのもまあ、何切ってまっすぐ行くって感じのがいいですよね。普通はね。はい。パーマンツも、何切る？まあまあ、だからこれももう、何も、気にせずね、普通に何も考えず何切って、リャンソー引いた後にパーピン引いたりしてね、リーチドラドのイーシャンテンとか、
あ、ションパイでしたね、ローピンは。はい。はい。まあ、3ピンズもいいとこ行った。はい。何切って普通に行くだけ。あ、違うのか、これ。急走切んのか。この手組だと急走か。ドラ使ったら、まあ、高いもんな。6チッパーとか。じゃ、急走切んだ、これ。うん。まあまあまあ、普通にまっすぐでいいよね。ウソチーソー引いて、リャンカンリャンメインシャンデンで。これは何切る？マジで？いや、何切、絶対急走切ると思うけど。違うの？これはまっすぐ切るの？瀬戸熊さんでも。どっちなんだろう。ほらー、何年マージャン見てると思ってんの、Mリーガーの。まだ1年半か。うん。スーバンツも何切る？うん。うん。あとはまあ、ポンテンチーテン取るかどうかか。序盤で全くいけないってでも、うん、そうそうそう。ここはドラね。ああ、ここでドラ離すんだ。まあまあいい、いいと思います、これは。もちろん。はい、スーソー引いてメンターンなるんで、いいですね。で、ドラポンされた。うん、まだ結局こういうのもね、まあ、それは結果論かなんかわかんないけど、もう早めに急走のとこでドラ切ってたら泣かれてない可能性もあるしね。やっぱ後の方に切ると、それはドラ重ねようとみんなするんでね、泣かれる可能性もアップしちゃうから。うん、もちろん結果論とはいえ、ん？待って、ドラポン入ってこれか。うん、まあ、両ピン切りたいが、現物の両走とか切るのかな、神ちゃんの。ああ、やっぱそうなんだ。ちょっとまだ押しかな。そもそもここで両走抜いちゃって安牌足りなくなっちゃうからね。両ピンもそんな危ないっていう牌じゃないからな。ここで両走抜いちゃって、それこそ神ちゃんが手出し入ってなんもないしな。もう両ピンで。はい。これ、テンパイしか思えない。チュンシャーね。山田とチュンシャー。だから、M リーグ分からんな、マジで。テンパイだとしても、抜かないんちゃう。俺、じゃあ、どうなんだ、テンパイ率が、70%、80% って言われても、両ピン切るな。切ってもいいと思うよ。テンパイ 100% ですって教えてくれたら、それはもうリーチと同じだから、現物抜くけど。テンパイですって言われても切る。はい、じゃあ行こう。で、リアンソー切った。リアンソー引いてきた、切った。あ、一応これ、ポンテン取れたんだ。ポンテン取れたけど、まあこれは取らずで、ここでテンパイか。このポンテン、まあまあまあ。これはな、先手だしね。まあ、3層で降りれるんで。うん。で、これもまあまあ、この手順に言ったら3層3層になるのか。まあ、そりゃそうだな。うん。ああ。ここは普通に切るんだ。テンパイだから切るんだ。まあ。嘘をつも。ぶつけない。いや、ぶつけ、ドラポンな。リャンピンどの形で当たるん？どこでベタ折りか。了解。まあ、一応ちょっとじゃあ、みんなこの曲はなんか、神ちゃんのテンパイ率とか言ってるから、じゃあもう一回ちょっと顔見ていくか。俺普段、適当に見てないけど。神ちゃんの手出し、E ピン、Q ピン、ハーツ、イーソー、つむぎり。チーして、リャンソー、トーン。まあ、そんなに情報はないか。まあ、でもまあ、当然、リャンソーとリャンマンよりね、自敗残してるから、まあ、ターツはある。しかも、両家ターツがあるっていう感じには見えるか。イスソー、フリテンカシャボ、どっちに行けますか。それは3層ちゃう？だって、カミチャに、カミチャが嘘手出しして、嘘3、これでしょ？もう一応、数層はな、神ちゃんの安全牌じゃないんで、それは3層ちゃう？
うん。三層で。まあ、運送がね、例えば、この運送が出る前に、他の人が運送切ったとかだったら、ね、ポンしてないから、ね、普通のまたぎ筋じゃないかとかで、通せたりするけど、今回別に、数層が安全牌っていう情報はないので、普通に三層でいいと思います。あ、まあ、麻雀としてか。瀬戸熊さんじゃなくて、麻雀としてかわしに行くってことね。まあ、それが絶対悪いっていうわけではないけど、まあな、まあまあ、普通は、さすがにね。一応、ペンチャー整理入ってるし、後で安全牌が2枚出てきてるから、テンパイそこ、うん、そこそこありそうですね、確かに。トイメンの安否になってないかなら通りそう。いや、まあ、スーピンチーがだから、2344からでしょ2344からスーピンチーしてたらリアンピン残るけど、2344の形からリアンピンチーして換算ピン作るか分かんないから、うん。ああ、その後にリアンピン来てるってことか。3ピンチーした後にね。ああ、確かに確かに。あ、そういうことか。本当だね。リアンピン通りそうだ、通りそうだ。そういうことか。そうだね。はい。うん。で、そってだ、うん。はい。ギャンプ2リアンソー来てなかったら、フリテンイスソー、どうするか。ゲーム数リアンソー来てないってね。ああ、ここでここで普通にリアンピン切ってたらってことか。ここでリアンピン切ってて、というと、まあまあ、リアンピン切ってたとして、ソーズが233だったら、リアンピンの代わりにリアンソーがあったら、イスソ123、サボが、ちょっと待ってね。リアンソーがあったら。いや、同じじゃん？普通にリアンソー切って、3枚待ち、振り点じゃない3枚待ちで、まあ一応リーチするかどうかか、面端でぶつけるか、っていう話ね。まあ別に同じように振り点に進そうにはなってないと思います。2344ピンだと第1弾2ピンぐらい不自然ね。ああ、いやいや。そうだね。だけど、まあそれはその時点であるかわかんなくない？ここで泣いてるから。うん。別に、E ピンの時点では E ピンの時点で12344だったらおかしいけど、その時点では344とかで2引いたとか、244で3引いたもんさ、あるじゃん。だからまあ、それはわかんないと思う。うん。それを聞いてた。ん？どれを聞いてた？うん。ツイートしなくて大丈夫？ツイートは最近あんましてないな、もう。はい。まあいいか。ちょっと待って。ありがとう。うん、全然してもいいんだけど。なんか今日お前ら真面目だな。こんなんやってたら、時間いくらでもあっても足りんやもん。うん、そういうのも自分でゆっくりやっても、通せるかどうかとか。うん、自分で答え出して、そんなマージ上手いんだったら。あ、ポンテンならね。まあ、ありだね。それもまあ、ありだね、もちろんね。テンパ偉いからね。はい、次。さらに、水原さん連チャンして、トン一曲日本馬ドラガトン。これはなんだこれ？九州、十種？十種とかこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 か。九種か。はい。九州11杯。パーマンツも。九州なんで、いや、ちょっとこれも M リーグとわからん。普通の麻雀で言ったら、普通に何切ります？あ、なんじゃない？シャー切ります。普通にチャンタで上がり見て。9万。まあ、9万は普通にちょっと良くないと思います。うん。ペンチャン固定。いや、だから、手配めっちゃ悪いんで、もう、翻弄チートイとか、まあ、翻弄トイトイとか、なんか、そういう手なんで、これ。高い手の、あれが。だから、9万はちょっと意味わかんないですね。やめた方がいいですね。うん。もう9万切るならパーマでいっちゃう。チービンとか。国士ぼかし。まあ、意味ないね。M リーグは上がり順が遅いので、国士も。うん、そう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 。俺もちょっとそれを思った。うん。明らかに普通の、
巷の麻雀よりは国試の上がり率は高まりそうだよね。みんなが平均上がり締めは絶対遅いから。うん、新郎とね。うん、こういうのチーピン来てチートイか国試だけ見るの、うん、ありっちゃ。別にそんな悪くないと思う。この手普通に進めたってな、泣いてちゃんと1000点とか、それをやったら上がれるかもしんないけど、まあ、そんな教託も1600点だしな、そんな頑張んなくていいしね。いいと思う、チーピンとか。うん。はい、じゃあ行きましょう。9万切った。ギャンソーツも。だからこういう統一がな、チート位置逃しても嫌だしな。チーピン。鈴木もちゃんとやるっても泣かない。でも M の国士2回あるかないか。まあ、それはまあ少ないか。まあ、これもだからまあ、まあ、結局もうどうしようもない感じか。もし9万が重なってたら、チートイとかあるけど、ちょっと今まだ3統一なんで、まあもう。このハイパーから珍ロートを免税に上がった人がいた。マジか。はい。ちょっとまあ、これはいいか。はい。ね、とにかくシャーチャードラパーピン。まあ、普通の単用かな。普通のまっすぐ行く。イーマンなんと来ていく。トンからか。うん。おぉ、いいね。はい。もう、引き金シャンテになった。うん。キャンピンでいいと思います。うん。MT 国士何回か出てるんかい。ウーピンに紛れドラパーピン。まあ、切るとしたら3層数万2択だけど、まあ、数万でいいと思います、普通に。あ、ローピンなんだ。M リーガー面白いね。どう考えても M リーガーってパーピンとか見ないんだ。ドラ受け。これは意外だな。うん。もうピンズは安いとも言えるしね。こういうのは安いとか高いとか言わないんだな。うん。なんだろうね。うん。まあ、例えばアンコ筋だから早く切りたいとかさ、数万。M リーガーでローピン絶対切らんと思ったけど。そうなんだ。ソナさんが堀さんから上がってた。了解。イーソーありえない。いや、イーソーはちょっと変だな。なんか、ひっつき消しちゃうのはな。絶対高い打点欲しいわけでもないし、チーソーつも。このチーソーは別に切っていいかな。うん、いいな。ウーピンがない予想。ない予想。うん、まあまあ。ただまあこの人たちはだからウーピン早いからローピンとか、ウーピンローピンチーピンも持ってないや、普通。なあ。トイメンカミチャがウーピンローピンチーピン持ってないみたいな手配読みで。まあ持ってなくないか、これに。うん。まあまあでもそんな感じの読みで別に切ってもいいけど。三層残すなんでですか。三層も一応イペコあるし、単用イペコとか。数万縦引き取りアウンストで受けあるから。あ、先切りばっかね。うん、確かに。先切り多いから、わからんか。おいです。一番嬉しい牌引いていく。椅子層か。椅子層123。前見え、5枚、椅子層、面ピン。面タイプ、面ピン。まあ、俺はそんなに点数凹んでないんで、普通に数万切りリーチで。はい。まあ、あと、もしくは、俺はね、2番候補はもう急ぎリーチかな。うん。俺の感覚では数万切りリーチが第一候補で、第二候補は急ぎリーチ。うん。って感覚かな。はい。じゃあ行きましょう。まあ、瀬戸熊さんリーチしないよな。急ぎり玉だろ。いや、急ぎ、やっぱしたくないな。もう、リーのみじゃないから、急ぎり玉とか積んだったらもう爆死リーチでいいよ、あんなもん。うん。別にもう、高め追求で急ぎリーチしてさ、メンタンイペコあるんでしょ？手代わり多くないな、こんなもんは。何手代わり食うんだよ、これ。別に、どうだろうな、これ。俺、あ、ごめん。じゃあ、フリーだ、トップ取りだったら俺、急ぎてりつうのかな？まあいいや。はい。じゃあ、そんな感じで。
ね、じゃあ、瀬戸熊さん急ぎり玉しかないよ、絶対。うん、そんなん分かっとるな。そっちか。あまあ一応、急ぎり玉するとね、3万ウーマンとかでメンタンピーペーコン手代わりあるけど、それはしないんだ。てか、数万金だったらもう1年いっちゃうか、もう。これでだから、マンズ高め引いたらそれ嬉しいけど、さ、最強のローマンとか引いたらメンタンピーペーコンとかあるけど、そんな引けないんで、もうええって。リーチ高めイペーコーで。待ちいいもん。うん。はい。じゃあ行きます。ダムなら理想しかない。で、神茶上がった。一番意外な打ち方。うん、確かにね。いや、そのチャンス理想出やすい。まあ、使いづらいよね。数万切りダマは理想ダマよりやばい。一通とか見ている。いや、一通とかならん、そんなもん。もうな。あ、いいね。これ手はいいね。はい。じゃあ、まっすぐ行きましょう。おい、最強かい。はい、もう何も考えずシャー切る。まあ。ライデンボーダー超えてる。いや、意外とボーダーぐらいだっけ。はい、シャー切る。まあ。9万ツモはシャー切る。9万ツモは何切る。何しとんねん、こいつ、マジで。マージャン舐めとんのか、マジで。ヒッツキーシャンテンで。チーマンパンマン引いたら普通に即立しな。もうええわ、もうこんなもん。いつまで毎日毎日こんなマージャン見て。どうすんのこれ、こんな毎日見て。まあええわ、Mリーガーは別に。呼ばれたから言ってるだけなんだから。Mリーガーの人は別にお前らたちが金ももらってさ。呼ばれて、ね、年収1000、まあ1000万あるよね、M リーガー多分ね。年収1000万以上あるし、ね、出ませんかって言われたら、それ行くわ、俺でも行くわ、お前らでも行くわ、なの。家に帰ってネットマージャンしてるぐらいだったら。そんで、石ころ並べてさ、いい大人が同じような滅毎日毎日集まって、何遊んどんだ、こんなもん。いや、けど前、M リーガーいや、お金もらってるから。で、お前ら選べるやん、自分の時間何に使うか。ちょ、先言わんといてちょうだい、腰痛。ちょ、先言わんといても、ちょ、腰痛いから今。ちょ、悪かさんついても、ちょ、先に言わんといて、普通に動画見てる人もさ、これなんか、演技なんだとか、なんか、そういう脚本があるなって思っちゃうやん。ちょ、ほんと腰痛いから今、ぎっくり腰みたいな。だから、ちょ、待って、だから仕方ないけど、お前らの場合違うやん。自分で時間を選べるな。家族と使う時間。もし家族がいなくてね、結婚願望あるなら、自分磨きでもいいし、ね、ペアーズとかマッチングアプリやっとってもいいし。そういう時間があるにもかかわらず M リーグ毎日毎日見て、で、こんな9万切り見て。ほんで俺の配信まで来てんでしょ？こんな12時も超えてんのに。何しとんの？こんな時間まで。明日の仕事の準備とかないんか？こんな石ころ並べばっかり見て。何が楽しいのよ、こんなもん。こんな四角い石ころを並べてるの見て。猿じゃねえんだから。猿でも飽きてどっか行くわ。こんな人間が世に集まって石ころペタ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 並べて。何しとんの、これ。はい、パワーピンツも。何切る？これは何切るんだ？よかったけど。あとね、ちょっと、初心者の人勘違いするかもしんないけど、例えば、パワーマンチーマン引くより、何引く方が嬉しいけどとか言う人いるけど、それは全然違うからな。パワーマンチーマンは残り枚数が7枚あるからね。7枚受けのパワーマンチーマンと、3枚付けのなんだからね。しかも何つ持ったって別に2枚しかないからね。みんなが麻雀してる間、合コン。いいことよ。9万、ね、トンパツあったね、それね。くまくまタイムあったね。はい。はい、じゃあ行きます。愚形入りのみでも何切りますか？
グケーリーの実っていうと、これ、チーマンが表示牌じゃないってことだよね。それはまあ別にチーマンパーマ引いてもリーノミンしかなんないからいらないっていう発想もあるけどな。うん。はい、やすさんいらっしゃい。今日なんだか絶好調ですね。今日絶好調、ありがとうございます。ちょっともう今日腰痛いんで、早く終わらして、もう1、2時間で終わらして寝る予定なんで。はい。あ、9万立てても。それリーチ打ちますね。はい。打ちます、打ちます。まあそういうのはもう科学するマージャンとか見て。勝松さんの9万手出しでパーマン2枚以上読み&ペンチーマンリーチ絶対打てないってこと？うん、すごいやん。うん、こんな読みできるんだったら俺の配信来てる意味ないだろうな、もう。ジャンル高すぎやろ。うん。もう早く寝た方がいい、もう。うん。もう何も勉強することない。うん。まあ、そういう読みは俺はわからんけど、わからんというか、その、考慮していいのかっていうのは難しいけど、非常にね。うん。はい、じゃあ行きましょう。はい。で、パーピン引いて何来た？うん、これよかった。パーピン切らなくて。ローソー引いた、パーピン切る。あ、そっちか。まあ一応このパーピンから嬉しいのはローピン。リアンピンから嬉しいのは3ピン。で、まあ3ピン引いた方がな。ワンチャン2差しとかなる可能性もあるし。まあ2差しは低いか、リアンマン引いても。いや、でもあるか。今来てるから、リアンマン、まあ2差しはちょっと別に見てるわけじゃないけど。まあ一応3ピン引いてメンタンピンなんで、まあ一応、俺はリアン、パーピン切りが好みかな。あ、ティルゴンさんありがとう、また。確か前に何の地獄短期リーチかけてて、その理由が何が月配だったので今回も残してる。で、それがマジだったら相当やばいけど、うん。そういうね、だからオカルト的に流れ的に何が自分が好きな牌とか言われたらもうそれ言うことないけど、うん。はい。9万シャンポンリーチなんや。一切れで相方ローピンシャンポンのカンチャンでもいいかな。いやでも早いからさ、ちょっと手替えも少ないかな。抑え込んだ方がいいと思うけどね。うん。9ピン来てるからパーピン切り。うん、まあまあ普通はそうだよな。普通パーピン切ると思うけどみんな。はい。はい、じゃあもう行きましょう。月早マジでいってる。うん。ヤンソーツも。うん、これはパーピン切るんじゃないかな。ローピン引いたパーピンチンビン待ちもね、もうパーピンないから。で、3層引いたらメンタンピーペーコーとかあるし、パーピン切る。うん、よかった。はい、XXX さんいらっしゃい。3層は地位できない。ギャンピン。3層2枚切れても3層1枚しかないんで、リアン層切り。ギャンピン先切ってるから、ちょっとそれもね、回りしついても美味しいし。リアン層切りたい。うん、ナイス。ロー層、うん、変速3面。はい。こっちだこっちだ。ちょ、ちょ、ちょ、待って、バラカさんといても。いや、ちょっともうこれはもういいっすもん。これはもういいっすもん。もう、ちょっとこんなマージャンに時間使えないんで、ちょっともう、行きます。はい、北新さん、石井さん、皆さん。あ、ティルゴンさん、またありがとう。本人が地獄短期、なんつもで、うらうらでトップ取った時にインタビューで許すように話していた。うん、無邪気にな。うん。無邪気にやっとんやな。うん。いや、テレゴンさん、本当ありがとうございます。なんかね、明日、振り返り配信でスパチャについて喋ってるんで、もしなんか話してほしいテーマあったら、別に100円とかでもいいんで、僕が忘れちゃわないように言っといてくれたら、例えば瀬戸熊さんの流れ理論についてどう思いますかとか、まあ、言うか。どっちみちその話しますね。はい。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい。ね、ちょっとごめんね。はい。麻雀遊戯王のインタビューだっけ忘れたけど、熊さんと本田さんの共同インタビューで流れや月やら散々話しつつ、本田さんをディスってた記事を思い出しました。ちょっと普通に腹立つんでもやめてください、もう。うん。ちょっと本当にね、だから、瀬戸熊さんが本田さんのことを小馬鹿にしてるみたいなの、本当に腹立つんでやめてください。もう、ちょっと腰痛いんで。うん。ね、もう行きましょう。
はい、山田さんよし。なーい、これもう。リーチイペコになったけど。リーチ単葉イペコ。残り枚数そんな変わんないけど、もうローソギリーチいんちゃう。打点あるし。チーソーチ持ってる漫画あるし。これは良かった。良かった、良かった。うん。ただまあそもそもだって、裏もある麻雀なんでね。リーズも単野は裏一で満貫なんで。うん。そうよね、貫ロッソ。瀬戸熊さんがローソー切って、急速切って転敗して、ローソー、4枚目のローソー。流れ悪いな、これ。大悟さん連チャン。なんちゃったらパワーピン。まあこれもめっちゃいい手だな。はい、普通に、自敗とりあえずシャア、まあめちゃくちゃいいんで、チュンからでもいいっすね。はい。チュンかシャアか切る。シャアからなんだ、これは。もうぶっちゃけこの人たち泣かないから、チュンから来た方がいいよな。泣かないマージャンやん。役役さんでも泣かないんだから、もうチュン、そのマージャンっていう前提だとしたらチュンからやろ。先、役役処理して。まあ、一応縦重なったらピン踏まるし。うん、手が良すぎるな、これはな。重なってポンして1000点いてもしゃあないんで、もうチュンから切っていいんじゃない。はい。言いそう。言いまん。いや、こん、だから、それなんないよ、一通なんかならないけど、もうチュンなんで。じゃあまあ、だからまあ、さらにその後に3枚引くってのはめちゃくちゃレアケースだけど、いやでもほんとそうなったらめちゃ痛いんで、もう普通に自敗来てほしかったね。これ3枚引いたらもう、ちょっと何か起こります。次のツモ3万だったら。皆さん気をつけてくださいね。次のツモ3万だったら、本当に、気をつけてください、本当に。目つぶってくださいね。ポケモンのピカチュウ事件みたいに。この全員が、耳か、目かなんか痛める可能性あるんで。はい。鼓膜破れる可能性あるんで。よかった。はい。あ、名古屋のうまい道。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、それについても、チルゴートンさんいっぱいスパチャしてくれてるから、2時間くらい喋っとくわ。ひつまぶしについて。ここで自敗切り、チュン。チュンはポンされてる。チュンポンされてたんだ。じゃあ、チュンでいいんじゃない。はい。イーソーはまあ、2層3枚切れ、3層2枚切れなんで、まあ、イーソー切って保留するのかな。それかもベタ折りしちゃうか。どう転廃しても、ピンフのみしかないけど。どうすんだろうね。イーソー切るのかな。あ、これはイーソーなんだ。まあ。はい。じゃあ、瀬戸熊さんで。瀬戸熊さんの昔の打ち方してたら語ってほしい。アウトオーバー打法って呼ばれてた。そうなんだ。いや、それは知らんな。アウトオーバー打法。弱かったってこと？大丈夫。確かに、本当ありがとうございます。本当に、ちょっと、頑張ります、僕も。本当に。これからも頑張ろうと思いました。本当ありがとう。はい。じゃあ、まあ、親でドラが、なん。はい。まあ、これも普通に行くだけだ。まあ、イーソーはしゃあない。はい。E ピン切る。あ、パーピン。まあまあまあ、パーピンに。はい。まあ一応 E ピンの方が下茶に無筋だから、なんかそれも込みでなんか E ピンから切っちゃいたいんだけど、下茶に対してはパーピンの方が圧倒的に安全だからね。まあいいわ。はい。トンしちゃう。
一応最高消しゴロあるけど、ちょっと二人の仕掛け入っちゃったんで、まあきついかな。うん、いいピン切んのかな。リャンピンからね。うん。うん、上がった。はい、終わりか。いやー、きついなー、これマジでライデンは。はい、じゃあトンバ終わりましたね。いやー、これきついな、マジで。本当に、だからライデンが勝ち上がるとしたら、もう本田さん連投するしかないもんな。黒沢さんもそれも、これに匹敵するぐらいダメだしな。萩原さんがまだいいよな。でも本田さんと萩原さん、でも行くしかもない。本当に、だから勝ち上がれないからな。このマジャン見せられるとな。このパーピン切り4連携になった時に嬉しいから、うん、それはないよ。普通に行くよ、こんなもん。うん。別に、まあ、もう、ただただまっすぐ行くよ、こんなうん、パーピン切るなら一ピン切るよ。いかなる理由においても。もう超まっすぐでいい親だしさ。うん、ただまあ、パーピンもパーピンでいらないから、これ、まあいいんだけど。はい。はい、じゃあまあちょっとこれ終わります。動画も多分、結構長くなって41分か。はい、ちょっともう41分あるんでもう終わります。ちょっともう今日も腰痛いんで、ちょっともう、さっさと終わって、寝ないといけないんで。はい。はい。そんじゃあ、お疲れ様です。ああ、先来たな。ナンバーが90円。何ですか、それ。そんなありませんよ。うん。僕、トンバしか見てないんで。はい。はい。そんなんないですよ。はい。皆さんも寝てください。もうトンバ見たら。この動画見たらもう。はい。これってさっき裏目って状態悪いから、裏目ったの？わからんもん。ヒロキも寝る？うん。ヒロキも寝る。